画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあ、今回もね、いろんなフリープレイの方をね、フリーゲームの方をね、プレイしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今回はね、エロじゃないのをやりたいよね。なんかこう、すっきりするやつとかさ、なんかこう、いろんな意味ですっきりするやつとか、そういうやつね、気になったやつとかちょっと見ていきたいなと思いますね。まあ、やっぱりエロ以外のをね、できるだけやっていった方がいいと思うんですよ。やっぱり真面目なね、紳士的なゲームっていうのをやっていきたいなと思うんだけどもね。アンホック・ザ・ブラっていうことでね、紳士的に、ブラを剥ぎ取るということみたいですわ。なんかこれどうやってブラが取れるのかっていうのをこう線でつないで、ひとつなぎですれば取れるってことでしょ。ちょっと待って、分かった、こういうことね。ドラッグしながらつないでいくっていうことね。あ、取れた。そう、あってね、一人一人ね、流れ作業ですわ。一人一人ね、ブラのホックも取ることができない女の子のね、ホックをね、一人一人取っていく。それをね、エロなしでこう取っていくっていうのが、やっぱりこれね、紳士としての身だしなみっていうところはやっぱありますよね。ないから、そんなもんそんなもんないから、マジでもういいやっぱりスーパーマリオで言ったらピーチ姫っていうのが一番私セクシーだと思うんですよね。ピーチ姫、これ見てください。このピーチ姫ね、ノリノリのピーチ姫ですわ、この3人で。これプレスエンターで始まると、何これ。あ、間違い探しだ。あ、わかりますよ、これでしょ。これ間違い探しを全部探すとなんかいいことがあるんですか。いくつあるんだろう、これ。なんか結構よくできてるよね。あー、あとはね、ここでしょ。まあ仮にも私もね、絵をたしなむ節があるんでね、これはエロパワーで、解いていきたい。さあ、残り1個となりましたよ、これ。これは見せれないぞ。これ、いやー、これ見せれないな。モザイクだな、これ。これやばいな。いやー、ここまでね、だいぶ喋ることなくここまで来ましたけども。いやー、エロすぎるピーチ姫のね、エロすぎるピーチ姫の間違い探しをびっくりするほどね、私ね、喋ることないなっていうね、感じでね、ここまで来たのでね、大体カットされてんじゃないかな、これ。一応頑張って解くけど、いや、これ意外と難しいからね、もうなんていうか、後半ね、ある程度この間違いを探したら、あとは連打するっていう、連射するっていうね、暴挙に出てますね。あ、色ね。色をね。でもこのイラストすごい可愛いね。私もこんな感じのね、イラスト描きたいなとか思っちゃうよね。あ、星一個一個が間違いのあれ対象にもなるの。あと一個ね。ありました。いやー、そんなわけでね、クリアすることができました。何だったんだろうね。すげー頑張ったけど、なんか、そんな実況する感じのゲームでもないよね。そんなわけで、ボーンレスガールっていう。クリックしてこう、この女の子を自由自在に運ぶんだ。こうやってちょっと待って、わからない。私なんかいる、わからない。なんだろう、哲学的な感じなの、これ。何、なんかこう、ある域に到達しないとこれは多分楽しんじゃいけない人のゲームだよね。
ある領域まで、フェチズムが到達して、そっからさらに180度回転した挙句に、まあまあ悟り開いたらへんのところで、まあ、到達する、やっぱゲームだろうねこれね。ゴールもないしね、分かった、ありがとうございました。なるほど、これはどういったゲームなんだっていきましょうか。ほう、少年が ああなんとなく分かってきた。ちょっと待って、あの最初ね見事投げられたんだけど、おばあちゃん、あ、私が受けたからの、あ、警察見てるところでダメなんだこれ。こうやってスカートをめくっていくね。でパワーメーターが3しかないから、その辺気をつけながら行くと。おばあちゃん多分ダメなんでしょ、こういう感じでしょ。スカートをめくってめくって、あ、結構マリさんすいません、うぇい、こんな感じだわ。体力がマジでこの効果音、あの一昔前のギャグ漫画みたいになってね。はいはい、わかりましたよ、警察の目があるところやりませんよ。おまわりさんこの人ですっていう、お、いい感じじゃない。おい、おい、背負い投げみたいにされた。おー、いいんじゃないいいんじゃない、いいよいいよ、捕まえといて。捕まんなきゃいけないよ、ああいう人はもう捕まんなきゃいけない、マジで。これは何だゲームだ。お、なるほど、なるほど、本能で理解した、大体本能で理解したわ。あー、でユニフォーム着てる人を、あー、はいはい、ストーリーがあるんだね、ありがとうみたいな感じでね、バイバイっていうね。で朝起きて、しまったっていうね。まあそんなことはさておき、脱がしていきましょう。多分そういうゲームでしょう。あ、わかったわかった。もう一回。ああ、惜しい。気合い入れるぞー。よし、グッド。さあ来い、どんどん来い。よし、いいぞ、どんどん来い。徐々にこれ脱げていってんじゃないの。あ、起きちゃう。あ、よしどこまでこれを脱がせられるかが勝負なんだろうね。そらそうなるわこれ。頑張る気が起きないなこれ。頑張る意味ないな。あのさ、はい、 T シャツ着てましたみたいなさ。オチやめてくれねえか。はい、わかりました、ありがとうございます。そんなわけでね、ご視聴の方ありがとうございました。相変わらずなんだろうね、ここのサイト、なんか外してるようで外してなさそうで、外してるような外してなさそうな、そんな感じだよね。皆さんの良きゲームライフを祈っております。あの、私みたいなね大人にならないように気をつけてください。お疲れ様でした、ベルクラでございました。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。